こんにちは、ケイソウです。今回は赤い実の美しい南天の描き方をお届けします。額を描かない木骨法で描きますよ。コツさえつかめば楽に描けますので、最後までゆっくりご覧くださいね。使う絵の具は吉祥の顔彩24色中6色です。そして今回使った筆は面相筆、彩色筆、筆ペンです。いつもだと作用筆を使うんですが、今回は南天の丸い実を描くのに穂先の柔らかい彩色筆の方が描きやすいと思いました。はがきは画線紙、にじみの少ないものを使います。まず彩色筆に紅をたっぷり取ります。絵皿にとって筆になじませ、そして筆先を整えます。この色で南天の実を描いていきます。このように小さな綺麗な丸を描いていきます。この時筆先が割れていたりするとなかなか綺麗な円が描けません。筆先は常に整えるようにしておきましょう。彩色筆の筆先は柔らかい羊毛でできています。今回のように丸い円を描く時には柔らかい筆先の方が描きやすいんですね。作用筆の筆先はイタチの毛などちょっと固めの毛でできているので線を描くのは得意なんですが、このように丸い線を描くのはちょっと骨が折れるかもしれません。このように筆の材質によって描き分けるということもあるんですね。この南天の赤い実は全く同じ色ではなく、絵皿に少し水を足して紅に濃淡をつけながら色に変化をつけて描いていきます。薄い色の実は遠くにある方、遠近感がついてきますね。面相筆に持ち替えてウグイス茶緑と新茶を絵皿で混色します。この色で赤い実の房を支える茎を描いていきます。左の写真はうちのお庭から撮ってきたものですが、このように真ん中の茎は小さく枝分かれしているんですね。この小さく枝分かれした茎の先端に実がついています。そのイメージで茎を描いていきましょう。ここで紅の薄い色でもう少し実を増やして房を豊かにしておきましょう。面相筆で葉っぱ用の茎も入れておきましょう。彩色筆に持ち替え、ウグイス茶緑を絵皿に取り、絵皿の紅と混色します。この色で葉っぱを描いていきます。このように一筆一枚で描きます。次に青草を絵皿の緑と混色して、この色で葉っぱを描き足していきます。続いて若葉を混色して上の葉っぱを描きます。実は南天の葉っぱは左の写真のような形をしていますけれど、今回はたくさん重なり合ってついているところを表したかったので、どんどん重ねて描いてみました。続いて群緑を混色します。この色で上からさらに葉っぱを重ねていきます。よく洗った彩色筆で紅を取り、下の方の葉っぱの合間から赤い実を覗かせましょう。薄い色の実も入れておきます。上の実と同じ色で軸も描いておきます。面相筆で黒を取り、筆先を細く尖らせます。そして実の先端に黒い点々を打っていってください。次に新茶とウグイス茶緑を絵皿で混色します。
この色で葉っぱのところどころに葉脈を入れていきます。すべての葉っぱではなく、ところどころに葉脈を入れてください。はい、ここに筆ペンで文字を入れて印を押したら絵手紙の完成です。南天は昔から南を転じて福となす縁起物の植物として、または厄除けとしてよくお庭などに植えられてきました。うちにもあるんですよ。この動画がお役に立ちましたら、ぜひご登録といいねボタンをお願いします。またブログ、さわやか牧祭画教室では、 YouTube で語りきれなかった画材や牧祭画についてのさまざまな情報を掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。